なんだよ、朝からため息ついて。おお、おはよう、お兄ちゃん。トースト焼けてるよ。あ、サンキュー、もらう。今日も予備校？おう。そっか。はい、どうぞ。あ、いただきます。どうした？なんか元気ねえな。別に。カレンダー見てたら夏休み入って結構経っちゃったなーって。おお、もうな。で、そろそろ受験勉強にも本腰入れなきゃなーとか、いろいろ思っちゃってね。ま、頑張れよ。そうだね。もう少ししたら頑張んなきゃね。ねえ、お兄ちゃん。ん？小町、今、物憂げ？ま、そういう表現でいいんだろうな。物憂げって、セクシー？なんでそうなの？だって、お兄ちゃんの秘密のフォルダのファイルに。おい、やめろ、見なかったことにしてください、ごめんなさい。ねえ。なんだ、川崎か。なんだって何さ。いや、そういや、なんだよ昨日のメールは。なんかあんのか。まあ、あんたにちょっと話があんだけどさ。大使のことなんだけど。またかよ。なんか文句あんの？文句はねえよ。で、大使がどうした？実はさ、大使、なんか最近やたら出歩いてて、受験生なのに。こう？塾がない日も出かけて夜まで帰ってこなかったりするんだよ。昨日はあんたに進路相談とかしてたから心配いらないかとも思ったんだけどさ。でもあの後家に帰ってからなんか上の空で誰かとメールしてて。ほう。大使に限ってそんなわけないとも思うけど、もしなんか悪い連中とかと遊び歩いてたらとか思ったらさ、ストレスによる飛行とかって聞くし。なのさっきから。ほう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 。お前が心配してんのはよくわかった。それで？いや、あのさ、一度様子探ってみようと思うんだけど。それで安心できんならすればいいんじゃねえの。もし本当に大使がなんか悪い連中に騙されたりしてたら、私だけじゃどうにもできないし。それでやっぱ男手があった方がいいかなと思ったんだけど、あんたについてきてもらえたりしないかなって。ほう、男手ね。頼めないかな。しょうがねえな。とりあえずついていくだけは言ってやるよ。本当？ま、腕力を期待されても困るけどな。なんかあったら携帯で通報するくらいならして。それでもいいよ、助かる。
じゃあ必要な時声かけるから。わかった。はい、じゃあ今日の授業はここまで。ちゃんと家で復習するように。あのさ。あ？なんだよ川崎、まだなんか用か？今の授業中に妹からメールあってさ。妹？お前妹もいんの？ああ、兄弟いっぱいいるんだっけ？大志がまた出かけたらしくてさ。うん？早速なんだけど、ついてきてくんない？本当に早速だな、おい。さっき約束したじゃん、頼めないかな。ちょっとその辺見て回れば見つかるかもしんないし。わかったよ。で、その辺って具体的にどこ行くんだ？わかんないけど、男子がよく遊びに行きそうなとこってどこ？同じ男子ってくくりでも、俺とお前の弟はだいぶタイプ違うから、俺の意見は参考になんねえだろう。そりゃそうかもしんないけどさ、一応あんたの意見でもないよりはマシな気がするし。なんだそりゃ。ああ、じゃあとりあえずゲーセンでも行ってみるか。そうだね。大志、いるとしたらどの辺にいるのかな。さあな、お前の弟、どんなゲームすんの？家だと、私と二人でアクションゲームやったりはするけど。なんでニヤニヤしてんだ、お前。ニヤニヤなんかしてないよ。いや、してたけど。まあいい。俺は小町と二人でゲームなんかしないけどな。お兄ちゃんとゲームすると卑怯な技ばっかり使うからつまんないと拒絶されたからな。そうなんだ。おい、同情の眼差しやめろ。とりあえず、お前あっち見てこいよ。俺はあの辺見てくっから。あ、うん。いた。いや。そっか。他当たってみっか。歩いてんの。総武校を受けるなら遊び回ってる場合じゃないのに。あっ。ん？おい、急にどこ行くんだ。確かこの映画、大志が見たいって言ってたやつだ。そうか。じゃあ見に来る可能性はあるか。つっても、今の時間帯に見てるとは限らんけど。うん、まあそうだね。一応中見てみるか。いい？じゃあ、私チケット買ってくるから。あ、じゃあこれ、俺の分。いいよ、付き合ってもらってるんだし、とりあえず私が全部出すよ。いい、おごられる言われねえし。じゃあ、もらっとく。
待たせ。ねえ、大使いた？暗くてさっぱりわからん。そうだね、私もわかんない。映画が終わるまで待つか。いやー、結構面白かったなこれ。大統領が宇宙から来た侵略者だったとか、ハリウッドやるじゃん。いや、久々に興奮したぜ。ああ、いや、やるじゃねえかお前の弟。結構見る目あるぜ。そう言ってたって言っといてくれ。で、おう。おい、いや、すまん。すっかり当初の目的を忘れて映画に見入ってしまった。ああ、いや、いいよ。褒めてくれてたって言っとく。けど、これじゃ俺ら一体何やってんだって話だな。いいから行こう。おう。ああ、今日はもういいや。悪かったね、引っ張り回して。いいから。つか、今度こういうことがあったら、まず奴がどこ行くか聞き出せってお前の妹に言っとけよ。そうだね、そうする。じゃあここで。おう。何をやってるんだ。一瞬鎌倉が暴れてるのかと思ったじゃねえか。やだな、見ればわかるでしょ。腹筋だよ腹筋。夏だし、小町も体型が気になるお年頃なのです。はあ、何でもいいが、その掛け声はなんとかならんのか。なんで？いいじゃん。色気のかけらもねえな。いや、マニアックな需要が。何言ってんの？この地道な努力がお色気のあるメリハリボディにつながるのです。あのな、そういうトレーニングすんなら夏が来る前に始めろよ。夏にくびれ作りたいのに、夏から腹筋始めたってな。効果が出るのは秋か冬だろ。小町の努力に水を差すようなことばかり言って。小町は今からでも頑張るもんね。せーの、ふっす、ふっす、ふっす。明日動けなくなっても知らんぞ。なんだ小町、まだやってんのかよ。いい加減にしねえと、来年には腹がカニみたく割れるぞ。やめろ、俺は腹筋なんて。上に乗るな、重い、熱い、動けん。鎌倉、お前だったのか。俺の腹に乗っていたのは土器。遅刻ギリギリだな。あ、お兄ちゃんおはよう。朝ごはんシリアルで済ませて。
小町ちょっとお出かけするから。うん、晩ご飯までには戻るよ。じゃ、行ってきます。うん、はい、授業始めますよ。席について。ちょっと待って。どうした？妹からさっきメールあってさ、大使のことなんだけど。ほう。今日は水着持ってプールに出かけたらしくて。ほう。あそこ、ほら、あの歩いていくと浜辺に出られる。おお、海とつながってるとこか。うん。そっか、とりあえず行ってみたらいいんじゃないか。いや、ちょっと、どこ行くのさ。いや、帰ろうか。一緒に来てくれないの、プール。いや、その何、何なの。なんか予定でもあんの？いや、ねえよ。わかったよ、行くよ。じゃあ、そうだね、1時間後に水着持参で現地集合で。は？無理なの。いや、じゃ、また後で。マジかよ。なあ、おい。ああ、すごい人混みだね。ドン引きするくらいにな。まあなんだな、この混雑じゃ探すのも大変だな。どうする？とりあえずどっかにレジャーシート広げよっか、持ってきたから。結構準備いいな。まあ長女だからね、家族で出かけるときとかこういうの私の役目だし。なるほどな。じゃあ拠点確保すっか。なるべく日陰な。どこも空いてないね。仕方ねえな、これ以上無意味に探すのも面倒だし、とりあえずこの辺りでいいだろう。めっちゃ太陽当たってっけど。そうだね。あ、そういえばさ、あんたお昼ご飯食べたの？え？いや。だったら急いでたからこんなもんしかないけど。これお前が作ってきたわけ？いらないならしまうけど。うわ、いや食うよ食う、ちょうど腹減ってたし。じゃあいただきます。どうぞ。こんだけの量
あの短時間で握ってきたのか。別にこんなん大したことないし。いや、生活能力高えじゃねえか。長女すげえな。麦茶もあるけど。おう、サンキュー。つか、このおにぎりマジでうまいな。塩何使ってんの？アコウ？博多？塩は普通の。うまかった。ごちそうさ。じゃあ、早速探しに行くか。ああ、いいよ。そんな食べたばっかりで。しばらくゆっくりしなよ。いいのか？うん。まあある程度は作るけどさ。それって褒めてるの？そうなら。少しゆっくりすれば。暑いね。麦茶飲む？水分取った方がいいよ。ないわけじゃないけど。いや、いいよ。もう少しゆっくりしなよ。食べたばっかりでしょ。ああ、遠慮してるわけじゃないよ。とりあえず休みなって。そういう風に言ってくれるのは助かるけど。暑いし、しっかり休んどきな。なんでもない。暑いね。別に。なんかさっきからあんた私に気を使ってくれてる？もしかして。いや別にそんなんじゃねえけど。けどお前やっぱ大使が気になってんだろ。さっきからそわそわして。え、私そわそわしてるかな？見るからにな。お前こそ
俺に気なんか使わなくていいから。別に使ってないし。どうだか。あのな、お前多分自分で思ってるより分かりやすいぞ。そう。だから無理せんでいいから。なんだよ急に。なんでもないよ。じゃあそろそろ行こっか。あ、もう行きます？もうちょっとゆっくりでも。ほら日も高いし。あ、今気を使わなくていいっつったじゃん。あ、はい、確かに言いましたね。じゃあ行くよ。はいはい。ちょっと待ってよ。あんた泳ぐの早いよ。し、声がでかい。もういきなり何なの。さっきまでだるそうにしてたくせに。いいから黙っとけ。俺は真剣なんだ。俺は他人にはめっぽう厳しいが、身内に激甘だからな。妹のためなら大抵のことはする男だ。よし、ここからならよく見えるな。うわ、冷たいよ。引きがやさん、やめろって。ライス君、逃げても無駄だよ。えい、小町スプラッシュ、死ねたいしめ。私ちんに小銭巻き上げて沈めてやる。ちょっとあんた、今大使を沈めるとか何とか言わなかった？川崎、こればかりは止めないでもらおう。今にして思えば、お前に誘われて出張ってきて本当に良かった。感謝しているぞ。くそ。いや、あのさ、そんな血走った目でそんなこと言われてもさ。てか、なんだ、気が散って監視できん。早く言え。いや、監視って、あのさ、私としては別にもういいんだけど。なんだと、なぜだ。だって一緒に来てんのがあんたの妹なら、どんな子か知ってるし、とりあえず安心だし。何言ってる。少しも全然全く安心じゃないだろうが。気づかれてもいいの？他にも友達っぽい子いるみたいだし、なんか単に塾の仲間たちで遊びに来たんじゃ。他？そんなものどこにいる？俺の目には小町と魂しか見えんが。あ、そう。うん、ちょっと黙れ。奴らに動きがあった。ねえ、あっちのスライダー行ってみない？あ、いいね、行こう行こう。スライダーだと。そんないかがわしい遊びに小町を誘うとは。スライダーのどこがいかがわしいのさ。ごちゃごちゃと余計なことは言わんでいい。殴る、必ず殴る。川崎、おぞ。ちょっと、殴るとか言わないでよ。あ、もう。ここがスライダー。チャラチャラ透かした連中で溢れている。まさに悪の巣窟。盛り場には行かないよう、夏休みのしおりに書いてあっただろうが。あんたって普段透かしてるけど、もしかして結構バカなの？なんでだ、見るからに悪の巣窟だろうが。すっごい気持ちいい。
結構すごいね、このスライダー。うん、楽しいね。何がブカーだ。さては飲んでるな。通報だな。社会的に抹殺してやる。あのさ、あんたちょっと冷静になんなよ。あ、ねえねえ、ここ海とつながってるんだよね。そっちも行ってみない？うん、行こう。ゲート通って行けば行けるから。海だと？シー、マリン、ビーチ、ギルさん。あー、もう突っ込むの面倒になってきた。海しか行ってないし。で、海までついていくつもり？当たり前だ、行くぞ。日焼け止め塗り直そうかな。たしくん、小町のバッグ取ってくれる？あ、うん。けぇ、この毒虫、許さん。今こそ殴る。ちょっと待ちな。川崎、止めるな。止めないでくれ。アホか、止めるよ。あんたさ、妹が心配なのはわかるけど、ちょっと落ち着きな。これが落ち着いていられるか。大使のやつ、小町の背中に日焼け止めを塗ろうとしているんだぞ。塗ってないじゃん。よし、日焼け止め完了。ね、海入ってみようよ。そうだね、行こう。確かにギリギリ塗ってはいなかったが、今にも塗る気満々だった。間違いない、俺ならそうしてる。まあどっちでもいいけどさ、とりあえずいいじゃんか。もう楽しそうに遊んでんだし。そんなわけにいくか。てか楽しそうだよね、見てるとさ。はあ、なんかさ、私ら何やってんだろうね。は、まあな、何やってんだろうな俺たち。いや、力なく笑うなよ。こっちも脱力しちゃうだろうが。あれ、お兄ちゃん？え、姉ちゃん？え、ちょっとお兄ちゃん、こんなとこでサキさんと二人で何やってんの？いや、これはそのな。あのね、マジかよ。デート？いや、これはだな。話せば長くなるが、俺らはお前ら二人を監視してたんだよ。あ？監視？どういうことっすか？そもそもだな、これは川崎が始めたことなんだよ。大使がやたらと出歩いてるから心配して、悪い連中と遊んでるかもしれんから監視すると言い出してたな。はあ、姉ちゃんそんなこと思ってたのかよ。俺、引きがやさんとかと塾の自習室行ったりしてただけだし、まあ多少合間に遊んだりもしたけど。いやいや、このブラコンが必要以上にお前を心配しなければ、わざわざ俺もこんなとこまで水着まで用意してついてくることもなかったわけで。ちょっとあんた言ってくれるじゃない、
そもそも私は大使が遊んでるのがあんたの妹とかだった時点で帰る気だったんだけど。大使とあんたの妹が一緒にいるの見た瞬間にがぜんやる気出して監視続けたのはあんたでしょうが。こっちが止めても止めても引かなかったくせに。その辺どうなのさ。ああそうだとも、それがどうかしたか。考えてもみろ、うちの大事な妹がどこの馬の骨とも使う男と一緒にいるんだぞ。いやいやいや、川崎大使っす。めっちゃ知り合いっす。この前進路相談乗ってもらったじゃないっすか。とにかく小町が男子と水着でプールなどという有識事態、監視して当然だろう。そのどこが悪い。開き直った。あんたさ、シスコンもそこまで行くとキモいよ。いや、妹はいいパネっすね。すげえ。いや、お兄ちゃんがほんとすいません。小町、フォローしなくていい。そこでフォローされるとまるで俺がシスコンみたいじゃねえか。はいはい、やれやれ、お兄ちゃんはやっぱりお兄ちゃんだね。けまあいや、そういうことならさ、せっかくだしみんなで海で遊ぼうよ。小町、さっきボールに空気入れといたよ。いいっすね、そうしましょう。いや、いいよ。だって他にも塾の友達とかいるんでしょ。邪魔しちゃ悪いし。やだな、全然邪魔なんてことないですって。ほら、お兄ちゃんも。いや、そう。ほらほら、海が俺たちを呼んでますよ。ほら、姉ちゃん、行こうぜ。まあ、あんたたちがそう言うなら。じゃあもうちょっとだけな。お兄ちゃん、ボールそっち行ったよ。バカ、方向考えろ。風で沖に飛ばされて。なあ、キャッチしたっす。いや、たまたま俺の方に飛んできたから。じゃ、お兄さん、行きますよ。ちょっと待て。お前な、さっきから当然のように呼んでるが、お兄さんって呼んだら殺すと何度言わせる。ちょっとあんた、あんたがシスコンなのは分かったけど、うちの大使にこれ以上喧嘩売ったらただじゃおかないよ。お前な、自分が今何喋ってるのか分かってんのか。今まさに自分はブラコンですって主張してるようなもんだぞ。な、あんたさ、海に沈められたいの？その発言は似合いすぎるからやめろ。はいはい、そこの似た者同士さんたち、じゃれ合いやめてください。似た者同士じゃない。お、いや、これはあれだ。なあ、お前らの兄ちゃんと姉ちゃん仲悪いの？いいの？どっち？どっちだろうね。ほらほら、大志くん、再会再会。じゃ、行きますよ。
カ、どっち返してんのさ。悪い。ああ、そういや、落としたら罰ゲームらしいぞ。あしらい。